仕事を忙しすぎて株価見てる暇ねえよというそこのあなたこのチャンネルでまとめていきたいと思います。ということでですね、昨日のアメリカと今日の日本とこれから何があるのかっていうスケジュールとか振り返っていきたいと思います。まずは昨日のアメリカですけれども VTI。これはアメリカ全部入ってるやつですね。アメリカの指数ですけれども0.43%プラスになっております。そしてこちら大人気の S&P500 に連動しております VOO ですけれども0.28%プラスで引けております。はい。そして999ハイテクが 多いですねナスダックですけれども0.45%プラスで引けております。ということでまあまあ。 ちょっとプラスで終わったのが昨日のアメリカですね。で、恐怖指数。ビックスですけれども、こちらはマイナス9.18%ということで、19なんで、えー、久々にね、20を下回ってきておりますよということで、いろいろありましたけれども、なんとなくこう落ち着いてきたかなというところですね。はい、そして12月9日の日本株ですけれども、マザーズですね、マイナス0.76%でございます。そして日経平均株価ですけれども、マイナス0.47%ですね。そしてトーピックスの方ですけれども、 マイナスとなっておりま計平均もトピックスもこう切りのいい数字に差し掛かっていてちょっと上値重いかなというところありますねトピックスでいうとこの2000ポイント結構切りがいいんですけどもここをちょっとね50日移動平均とちょうどぶつかるっていうところもあるんですけど上値重い展開かなとで日本株に関しても29000円付近というところは若干意識されて上値重いかなと 200MA と 50MA がちょうどねぶつかるところでこう反発っていうか下に え、これね、すごい分かりやすいんですけど、ここら辺で下に、えー、叩かれているという感じですね。はい。というところで、なかなか材料に乏しいなというのが日本株でございます。で、今日の日経平均も倍々高がね、非常に少ないですね。というのも、明日日本のメジャー S q があるので、大きく株価が動く日ですね、S q っていうのは。で、その中でも3ヶ月に1回あるメジャー S q なんで、明日も、ね、今年最後ということで、かなり飽きないは膨らむんじゃないかなと思います。まあ、ただ値動き出るかどうかは別なんですけど、 とともかく明日は盛り上がるということで例えばファーストリテイリングとかで見るとこう朝の気配値見るとストップ安気配とかね多分明日なってると思うんで株やり始めた人は焦らずに。 あれ何これストップやするんじゃないのと思うかもしれないんですけど、それが特別気配ってやつなんで、明日は、えー、お祭りですよということですね。はい。で、日経平均のキー度ードのとこ見ていきたいんですけれども、トップ3がソフトバンク、キッコーマン、KDDI となっております。そして値下がりのキー度ードトップ3ですけれども、ファナック、東京、エレクトロン、テルモですね。まあ、ファナック、東京、エレクトロンに関しては結構上げていたんで、ちょっと とお休みかなという感じですね。はいで全体感ですけれども値上がり銘柄数1537社、値下がり銘柄数23132313 23社ということでじゃ。 下がが下ってる目柄が多いです、ね、そして、売買代金トップで見ていきたいんですけども、第1位ソフトバンク、こちらは昨日も一緒ですね。第2位がレーザーテック、で、第3位が日経レバレッジ、第4位が川崎汽船、第4位が東京エレクトロン、第6位ニンテンドー第7位ソフトバンク、第8位日立、第9位トヨタ、第10位商船三井ということで、まあ、引き続き昨日に続いてですけれども、海運若干、 モメンタム来てるかなーっていうところですね。全体的に今日は本当に飽きないが薄いというか、明日の MSQ を睨んで、バイバイだかもないんで、まあまあまあって感じですね。はい。で、なんとなく気になる個別というところで、KDDI が最近ちょっとこうリバウンドしてきてますよと。KDDI はですね、この3300ぐらいでこう何回かこうリバウンドしてるんですけど、つい数日前にその3300割れてまして、そこからね、リバウンドしてきているということで、高配当好きだよと。 いう方に関しては結構面白いんじゃないかなと思います。まあ、業績安定してますし、自己資本も多いですし、利益率も高いということを考えれば、で、優待とかもありますし、まあまあなかなか最強銘柄の一角じゃないかなという、そんな KDDI 人気ですけれども、ちょっとね、チャート崩れてるんで、 買いいいいいたたかかったなななとう人に関しては今面白いんじゃないかなと思います、えー、そして、値上がりというところで、セルソースですね。これ、昨日も動画でちょろっと言いましたけれども、情報修正を昨日発表しておりまして、決算は12月13なんですけれども、事前の情報修正ですね。で、それがかなりサプライズだったということで、12.43%プラスで引けております。上場来高値ブレイクしてきております。まあ、このセルソースに関しては、毎月金曜日やっている、僕のライブ配信の、その、グロース17銘柄にも入っている銘柄ですね。 はいまあ、非常にチャート綺麗ですね。2020年頃からこうね、ずっと上がり続けている素晴らしいチャートをしております。僕はこの銘柄ははるか昔に売ってしまったんで、なんか今更感あって触れないんですけれども、まあ一生上がっているということで。はい、そして本日の年初来高値銘柄数62銘柄ですね。まあぼちぼちですね。そして年初来安値の方ですけれども34銘柄ありますということで、だいぶ少なくなってきましたね。年初来安値も。はい。まあ、みんなが てるようなところの銘柄はあんまないかなと思いますで、来高がねちょっと少ない銘柄が、えー、年初来安値高値に現れてきておりますという感じですねはいということで本日のマーケット振り返りはそんなところですねで今日のニュースというところでやっぱりこの話をしておかないとなと思うんですけども12月の ipo ラッシュついに来ますと本当にですねちょっと後でカレンダーも見るんですけれども今年最後のお祭りシーズン いよいよ到来しますということで、この2021年っていう年はどういう年だったかっていうと、年間の IPO が120社あったんですけれども、15年ぶりの高水準ということで、ものすごい数が上場してきた、まあ上場してくるっていうのがこの2021年っていうことですね。はい。まあで、ね、上場してくる銘柄に関しても、フィンテックとか AI とかセキュリティとかですね、もうイケイケのところがね、どんどん出てきますよと。 1>, で1週間で25社が上場するっていうね、超過密スケジュールなんで、こちらがね、かなり盛り上がるという影響の反面、こっちに資金が集まりやすいっていう風に今言われているんで、個人投資家が好きそうなマザーズの銘柄とかは、もしかしたらそっちの方を利却とか損切りかわかんないんですけども、資金をこっちの IPO の方に移してくるっていう可能性が非常に高いんで、まあ、もしかしたらこの IPO と被ってるような銘柄っていうのに関しては、資金がなかなか流れにくい。 っていう可能性はあるというところですね。はい。まあ、とにかく盛り上がる。えー、この上場スケジュール見てもですね、えー、すごいですね。はい <laughs> 新。新規上場、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 新規上場ということで、半端じゃないスケジュール感になっております。で、この IPO シーズンの中でも一番注目度が高いっていう意味で、このネットプロテクションホールディングスですね。これは今もうアメリカでもすごい流行ってるビジネスですけども、Buy Now Pay Later っていうね、BNPL 関連っていう、まあ、後払いですね、いわゆる。 で、この会社が国内市場で40%以上のシェアを持っているかなり大きい会社が上場してきますと。で、初値で予想のところでもうすでに自画総額1000億超えてくる。で、当初一部で上場なんで、かなりね、注目度は高い大型の IPO となります。まあ、ただ、注目度が高いから株価上がるのかっていうと、まあ、それはまた別の話なんですけども、かなり流動性というか出来高はね、大きくなるんじゃないかなっていう。 見方ががかなり多いののこちらの銘柄ですねというところで多分皆さんもすごい注目している IPO 銘柄ってたくさんあると思うんで、またコメントいただければと思いますけれども、そういったところに資金が集まりやすいのがこの12月の後半シーズンですね。はい。で、明日の決算っていうところですけれども、いろいろ出てきます。12月10日金曜日ですね。 えー、鳥貴族とかね。このあたりは有名かなと思いますね。やっぱり注目っていうところで言うと、三井入っていくかなと思います。これ半導体関連の銘柄で、これまで情報修正出しまくってて、株価ぶち上げまくってるっていうね、えー、そんな銘柄ですけれども、こちらですね。チャート、こんな感じで、綺、え、麗、ー、に上がってます。まあ、最近ちょっとね、上ね、重いんですけれども、この注目度の高い三井入っていく12月10日、決算出してきますよという感じですね。まあ、これも決算見てから、なんか良ければ、出尽くしで下がったらまた買うみたいな 感じじでいいいんじゃないかなかと思いますはいといとうところで、この決算次第かなと、情報修正はもう本当に連発してるんで、まあ次も情報修正っていうのはね、非常に、ん、難易度はかなりハードルは高いんで、まあ見とくだけ要チェックっていうレベルですかね。はい、はい。そして最後に、これからのカレンダーですね。もうこれも皆さんもぜひメモしておいていただければと思うんですけども、かなり値動き激しくなりそうなイベントもたくさんありまして、12月10日、明日ですね、金曜日。 アメリカの消費者物価指数出てきますでアメリカはもうインフレどれぐらい進んでるかとかもかなり注目度上がってきてるんで。 えー、ここも注目かなと思います。なんといっても今回の大本命といえば何回も動画で言ってると思いますけれども FOMC ですね。この14、15にあります。で、その後に金曜日ですけれども日銀の会合も出てきますよということですね。はい。で、えっと、先ほども言いましたけども12月10日明日は日本はメジャー SQ で MSQ ですよと。で、12月17日ですね。 この金曜日ですけども、ここもアメリカの SQ 出てきますと。ちょっとね、値動き大きくなるかなとっていうところですね。はい。まあ、そしてこの20日の週ぐらいから、まあ15ぐらいからですけど、厳密にはそれぐらいから IPO が怒涛の日本株でラッシュしてきますよということで、今年ももう残すところ、あとわずかっていうところで、アメリカ FOMC、消費者物価指数、日本の SQ だとか、日銀会合だとか、IPO ラッシュだとかね、もう本当にめちゃくちゃスケジュールすごいことになってるんで、まあ今年最後の まあ泣くか笑うかのね、えー、そういった値動きの激しい展開になってくるんじゃないかなと思います。アノマリー的には毎年12月は強いので、12月1月は毎年例年通りでいけば株価は高い年なので、ここでどれぐらい利益出せるかというところじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、何にせよ。 株式市場注目度ははかなり上がってくる時期ですね、はいということで今後もこのような株式投資の情報をどんどん発信していきますので仕事を忙しくて株価見てる暇はねえよっていう方はです、ね、ぜひチャンネル登録していただければと思います。以上。